大久保チャンネルです。まあ、前回なんで引退をしようと思ったのか、はい、その次の話は続けは今度やりますよっていう続きで、はい、まあ、引退をしました。で、引退をするにあたってやっぱまず根本管理部長と方がに辞めますという報告をしなきゃいけないなというので、親父携帯持ってなくて、その頃あ、そうでしたか、はい、で球団の方に聞いても今海外行ってると、はい、海外のホテルの連絡先を教わって、である程度の時間をアメリカ時間の夜の9時ぐらいの時間に合わせて電話をしたら出てくれて、はい、どうしたんだって、あの引退させていただきますと。おお、そうか、まあ、トレードになる時に話をしたけれども、その、はい、親父に初めて褒められたって、うん、で何かあったら帰ってこいって、辞めたらライオンズで帰ってこいって、お前はうちのドラフト1位だって言ってくれた言葉に頼ったわけではなくて、今引退しますと、あ、そうかって、何をするんだって、実はその時福留さんから、ズームインの福留さんから、はいはい、もし辞めた時はうちの事務所においでっていうことを誘ってもらってて、おお、そういう道もあったんですね。そう、はい、それは辞めると言わない時にね、そういう話があって、はい、あ、じゃあそういうこともあるんだなと思って言ったけど、その自分がそういう話をしてると言うのを根本の親父に言ったらまた怒られると思って、うん、何をやるんだっていうから、まだ何も決めてませんっていうのが潔いっていう、ちょっと場面で言っちゃったら、はい、ガキみたいなこと言ってんじゃない、ガシャンって切られた。せっかく海外にしたのに切られちゃったんですか。おそう、あれ、素直に、いや、よかったなと思って、で球団の人確認したら翌日もそのホテルだって言うから、はい、また同じ時間電話して出た瞬間分かったみたいで、はい、内容がね、何やるか決めてんだろうって言うから、はい、実はあの福留さんのところに、まだあの以前に話いただいてたんで、今から言いに行くんですけど、あのお世話になろうと思ってますって、あ、イニオマ切る気がないのかって、まあ、帰ってこいって言ってくれてたんで、はい、いや、一回あの自分で思ったことやってみたいんですと、それはそういう考えがあるならそれが大人だと、そうしろって言われて、で改めてというか初めてその話はいただいてたけど、福留さんに連絡をして、福留さんの事務所 の社長さんとも初めて話ができて、福留さんの事務所ので話し合いをして、じゃあ例えばズームのやつをやろうと、ありがとうございます、はい、でいう話まで決まってて、じゃあ今度は中島監督のところに挨拶行くと、はい、中畑さんのところにも当然電話をしたんだけど、中畑さんもやっぱりデーブと何十年やっても悔いは残るよと、お前何年やったって言うから、11年やりましたって、もうじゃあもう辞めるって決めたんだったら潔く次の道へ進もうって言ってくれて、その後に中島監督のご自宅にマネージャーさん連絡したら、監督じゃ明日いるからおいでって言ってくれてるから、じゃあおいでって言われて監督のとこ行って、はい、でまあその引退の時に絵をもらう話とかしたけれども、ブーちゃん、あの事務所、ブーちゃん事務所な自分でやった方がいいぞ、自分で事務所とか入るとか考えちゃダメだ、ダメだぞ、自分でやるんだ、ブーちゃんいいか、俺もな、あの長島企画っていうのを俺はやってるんだよ自分でって、はいって言ったけど、いやいや監督と俺とじゃ全然、俺一人福留さんのとこに行ってもう言えなくなっちゃって、一人でやりなさい、でまあじゃあ会社もね、名前も決めてないのに、うんうんうん、どうしようかなと思ったんだけど、はいって言っちゃって、おいやー、トメさんにもお願いしますって言っちゃって、監督にもちょっとはいって言っちゃって、どうしようと思って、これは場面を作っちゃダメだと、で嘘はつかないって決めてるから、はい、そうですね、また福留さんにお時間取ってもらって事務所行って、はい、すいません、あの中島監督から自分でやれと、どこの事務所にも入っちゃいけないぞってこう言われたんですけど、トメさんは、はい、じゃあいいよってズーム屋さんもなしだって言うのかと思ったら、はい、ああそれはいい話だよって、はい、長島監督がそうやってくれるんだったら、はい、もうデーブそうやってやっていこうって、ズーム屋さんも頼むなって言ってくれて、なんていい人だろうって、でもっとすごいこともあって、はい、そのある曲の、まあ、野球中継のプロデューサーだったら花形だと思うのね、でその人がよくあの広島に遠征の時に、 原さんがまあ現役で遠征した時には、牛田の牛ちゃんっていう焼肉屋に行くって決まってて、移動日は、はい、で原さんと俺とそのプロデューサーの方と、あと何人か選手いたかな、いて食事をするんだけど、もうよくその食事をするたびに、はい、プロデューサーの人が、あのデーブちゃん、あれやめたらうちの解説やってよ、頼むよ、みたいなキャラがいいんだよとか言ってくれてるから、はい、ちょっと頼ろうかなと思って、うん、電話をしたのね、はい、携帯電話も教わってたから、そしたらもう全然態度が違くて、ああ時間取ってやるから来いよって感じなの、手土産持ってこいよ、挨拶連れてやってやるから、いろんなとこって、ああ分かりました、え全然、え俺違う人電話したのかなっていうぐらい全然違う人で、はい、で俺手土産買って、うん、その人のとこ挨拶行ったら、その局の近くの人もこんなよくあるテレビのプロデューサーのイメージ、ああ
そうなんですか。あのさ、現役やってるから面白いんでさ、現役やめたらただの人って分かってないだろみたいな。やってるから解説で取るって言っただけで、あれちょっと待って、解説ってやめてからやんじゃないのってそうですね、何言っちゃってんだと思ったんだけど、うん、ああそうですかって、こういうもんだなと思って、で自分で会社をやり始めちゃったから、そういう交渉が自分なわけじゃない。そっか、そうですよね。うん、そしたらじゃあついてこいって言われて、その局の、まあ、編成部とか報道部とかをこう、あデーブ辞めたからさ、何かあったら使ってやってくれよみたいな。へえ、お願いします、ちょっと手土産置いてお願いしますって、はい、で最後スポーツ部行ったの。はい、まあ、スポーツ部なんか知ってるじゃん、俺スポーツさんだから、はい、あれデーブさんどうしたんですか、いやちょっとなんか挨拶ってから、はい、ってなった時に、ちょっとみんなこう、あれこの空気は違うぞという、なんかこういう挨拶って普通やらないぞって空気だから、はい、お中さん電話したの、うん、そんな挨拶回りってやんですかって、なんだその話はって、うん、すぐ帰れって、うん、そんなことやってまで仕事なんかもらうもんじゃねえんだって、なんだそれはって言って、はい、なんでその方にも、その方ちょっと違うところで話してたから帰ってきて、うん、じゃあもう今日はありがとうございました、なんだもういいのかよ、あもう十分ですありがとうございましたって帰ってさ、もう呆然としたよね。あそうやん、どれが正解か分かんなくて、はい、それで、まあ、ズームイン屋さんも正直言うと1本3万円だったのギャラ。そうなんですね、うん、聞いちゃいました。で週3月水金かなんかだったの、うん、入れ込み情報っていうのでサザンが9万円でしょ、で36万円か月、うん、それその時5100万の年俸取ってたから、うん、いやとっても暮らせないなっていうのもあったんだけど、で芸能活動もやってみたいと思ってて、で渡辺徹さんが茨城の先輩だから徹さんに連絡したのね、トロさん、あの自分でやれって監督から言われてやるんですけど、仕事を選べっていう方もいるんですけどどうしたらいいですかって言ったら、トールさんがデーブさ全部やった方がいいよなんて、ちょっと茨城に入るかな、その人も俺らと喋ると全部やんなきゃ分かんないよなんて、だから来たやつ全部やってみなよって、あじゃあやってみます、はい、みたいになって、すごい素直ですねデーブさん、うん、はい、それで結局事務所を借りて、中畑さんが当時借りてた歌舞伎町のすぐ近くの新宿の事務所を借りて、中畑さんが上の階は嫌だったの、やっぱ師匠より下と思って、やっぱそういうのあるんですね、自分の中で下の階借りて、はい、電話番とかもやったんだよ俺。へー、かけたらデーブさん出るんですか、うん、はいデーブカンパニーですよっつってまさかご本人だと思わないですよね、うん、ギャラの交渉とかもやってで、ジャイアンツはその時クビになった茨城の後輩だから、はい、まあ、2人でやりだしたので、そうするとさ、ダブルブッキングっていう言葉も知らなくて、何の話だと思ったら、まあ、はい、収録を同じ日にやっちゃダメなのは分かってるけど、オンエアされる日が同じ時間帯もダメだっていうのを知らなくて。あ、そうなんですね。うん、あ、それがもう業界に決まってるんですか。紳士協定があるの。裏になっちゃうわけじゃん、メインで出てるから、はい、そこは1本しか出てなきゃ、うん、そこに同じ時間出てちゃまずいと。今はあんのかどうか分かんないけど、まあ、はい、当時は絶対ダメだって言われてて、俺 TBS と日テレかなんかの番組かぶっちゃって、俺トラヤの顔ようかんかって、その佐藤健二ってやつと謝り行くぞっつって、はい、健二と謝り行ったりとか。え、ご本人がすいませんって、あの同じ時間帯に番組になってしまって申し訳ありませんとか、誰に言っていいか分かんないわけだから、うん、バラエティー班がその第二制作とかそんなのも当然わかんないから、はい、とにかく受付行って事情をこのまま今の通り話して謝罪に来たんですっていうんで、受付から通してもらって行くとこを2局行ったりとかしてて、でこれはもうやっていけないなと思って、で徳光さんに相談したの。おーすごい。監督からはこういう話をされてやったんですけど、とてもこの野球選手上がりの2人じゃ無理でって言ったら、じゃあのソニーミュージックアーティストっていうのが自分もやってて、じゃあデーブそれね、監督の意向も組むとしたら僕と同じやり方でいいよと、その業務提携をするんだと、徳光さんの会社とそのソニーが契約をして、で徳光さんと三者契約をすると、だからデーブのところもデーブカンパニーとソニーと契約をして、デーブ大久保がそこから行くっていう三者契約ってどうかなって、で社長にまだなられた方が当時その徳光さんのマネージャーで、アキラさんって、ただあのアキラさん、アキラさんって言ったその人が一緒に話してくれて、でじゃあちょっとあの会社に持ってって話してくるって、まあ1週間待たなかったかな、連絡が来てまた会おうって、徳光さんのほが、まあ、上宿にしてる赤坂のホテルで会って、したらその出口っていう人間が、僕が受け持ちって言ってくれた人間が一人いると、その男とちょっと今度会ってみようってなって、もうすぐその翌日出口さんと人と会って、そしたらその出口さんが、デーブね、そのデーブさんと、僕は野球だけっていう仕事はさせたくないんだ、僕もスポーツは好きでやってきたけど、ジョーディ・マッディオというメジャーで、すっごいもうスーパーメジャーリーガーがいて、その人は映画も出たんだと、そういう方向でやっていかない、行くって気があるなら僕はあの受け持たさせてもらいたいって言ってくれて、ああ何でもやりますって、っていう話から今後はスタートしていくわけなんで、まあ、うん、今回はそこまでのどうやってそのデーブカンパニーになっていったかっていう話をさせてもらうんで、はい、次回はせっかくだから、そのこっからどうスタートしていったか、あ続きになります、ね、言ってみましょうはい、はい、まだドラマチックな展開がありそうですね。そうなのよ。
ちょっとまた次も、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあこの話が面白いと思ったらいいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。